で、はい、だいたいマックス何ノットぐらい？マックス今日は36ノット出ました。はい、27フィート割には、はい、こう空間がいろいろあるっていうのがすごい好きで、前でくつろいでる方もいるし、ここで、ね、食べたりする方もあるし、はい、後ろでちょいずりしてる方もいるっていう、全然余裕でまだスペースがあるんで、高さもあるしね、はい、くつろげるスペースではあるんで、もう十分ですよね。はい、皆さんこんにちは。カジ社公式チャンネルの、カジムービーの安藤です。いつもご視聴ありがとうございます。で、今日ご紹介、するのしていただくのが、こちらですね、アドカスタムヨット斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、斉藤サムさんです。はい、はい、じゃあちょっとこのボート、なんていうボートなのかお願いします。はい、これが日本初上陸の、はい、サックスドール270という、船です。サックスドール270ですね。はい、今度これ日本に今年初めて入ってきたと。はい、はい、そうです。はい、でこれサックスドールって、まあ、フィンランドの、はい、ボートビルダーだと思うんですが、はい、今あまり聞いたことなかったんですけど、うん、まだ新しいビルダー。そうですね、新しい方だと思います。はいはいはい、はい、こう新しい工場ができて、はい、1年半ぐらい。あ、なるほどね。くらいなんで、はいはい、で今どういうボートをここでは作ってるんですか？モデルレンジとしたら、はい、20フィートの200から、はい、205、はい、270がこれ、こちらで、こちらですね。で、はい、今年の終わり、まあ、来年の春ぐらいには、32フィートの320と、はい、400。あ、さらに大きい40フィートまで今作っています。じゃあちょっとこうざっとね見ていきますが、はい、こういったね今流行のスタイルですけれど、はい、こちらはこう選手のエリアですけれど、はい、ここはもうこういうくつろぐスペースなんです。そうですね、はい、このサンシェードあって、はい、かっこいいですよね。でこのディープウィーハルとダブルステップが入ってるので、はい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 、走ってる時は波が被らないんですよ。潮被らないので、はいはい、走ってる時でもこの前でくつろげると。これじゃあしまわないで、はいはい、一応これはしまってもらえるんですけど、ここは、はい、全然濡れない。濡れないんで、はい、今日のねこの冒頭走ってる動画ありますけれど、これ結構スピード出してますけれど全然ね、問題なく、はい、でも水も被らないし、はい、であれですよね、ステップとハルだから、はい、こう選手が上がりにくいというか、はい、そういう特徴も多分あると思います。
こう見えるかな、ちょっと見えないかもしれないですね、これは B ロールにカットしないといけないかもしれないです、はい、この船は仙台駅江戸前切りの225馬力ですね、はい、の行きかけということで、はいはい、これは他にチョイスっていうか、そのオプションとしてはこれが一番小さなエンジンで、はいはい、これから、300と、はい、最近で出てきた200の2気掛けというオプションが出てきたので、その、はい、それも選べる、それも全部選べるようになってます。で今日あの海でのテストの時225のこの1気掛けバージョンで、はい、だいたいマックス何ノットぐらい、マックス今日は36ノット出ました、はい、はい、3人乗ってね、はい、もう 37.5 ぐらいまでまあ、いけるかなというような、はい、まあ、海の状態によりけりでね、はいはい、そうです、はい、で300ぐらいになると、45ノット出る予想もあるし、202機掛けだと、安定して45機50ぐらいは触るらしいです、はい、さすが素晴らしいですねはい、次ドライバーシート周りに来ましたが、このあたりもね、こうかっこいいですね、はい、そうですね、全部できるだけあのファクトリーで、はい、あのカスタムをしてるので、はい、で、モニター2つ付いてて、はい、この辺はスイッチ類ですね、そうですね、はい、まあ、きちんとこうやってあの反射しないようにこの上を黒くしたり、お、はい、そういうことか、そうですね、うん、でもこういうところも全部ガラスなんですよね、あ、ガラスなんだ、はい、で横のサイドガラスもガラス、ここ変わってますよね、はい、これはバンキングするときに、あ、バンク内径してね、はい、はい、光の差し入れがすごく良くて、あ、視界がいいですよね、はいはい、そうなんですよ、これ珍しいですもんね、はい、これもガラスもちろんです、ね、はい、そうですよね、はい、でこの船はスラスターもついてて、スラスターもついてるし、まあ、パワーステ、はい、そして、225でも、はい、これも全部電動スロットなので、はいはい、電動スロットレバー、非常にスムーズで、はいはい、もう車みたいにみんな言うんですよね、そうっすよね、はい、で、まあ、あのボートの走ってるの姿見れば分かるに選手全然上がんないから、はい、操船はすごいね、そうですね、しやすそうですよね、はい、もちろん全開スピードで行ってこうやって、はい、あの立ってもできるんですけど、はい、普通にクルージングスピード28ノットでも、結構巡航に、はい、もう巡航ですよね、巡航で気が付くとスピードが出てる、はい、快適にね、はい、でこの船の主な大きなテーマはやっぱり走るのも楽しいんですけど、はい、着いた時に、はい、やっぱこう万能に使える空間っていうのが、お、はい、でもただ乗って車みたいに走って遊ぶだけじゃなくて、それが意外の部分ですね、はい、そうですね、はい、パフォーマンスは抜群なんですけど、はい、やっぱりその抜群でもあり、止まった時にもまたそのこうエンターテインメントができるという、海の上でのスペースとして、はい、いろんな楽しみ方 ね、はい、ね、いや本当でもそれでここ今、はい、次ここ席見ますけれど、はい、こうまあ椅子前列にこうやって後ろね、はい、こう 3つあるんです ね、 ね、そうですね、はい、ここはかなり余裕があると思う、この椅子の刺繍とかも全部、はい、この刺繍、はい、はい、全部インハウスでやってるので、はい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 、このティートップまでやっぱ全部車内の中でクオリティを保つために、はい、あの工場を一つで作ってるっていう、じゃあもう本当ほぼ、はい、基本的にはもう完成品、そこで全部を作って出荷されていくっていうね、はいはいはい、感じですよね、これテーブルも広げられると、はい、すごいシンプルっていうのが好きですね、そうですね、すごく開放感もあるし、はい、使いやすそうですね、ここも椅子が回ってこの向き合うこともね、食事ができるっていうふうな考え方、はいはいはい、そしてここの椅子の後ろですね、ここカウンターありますけど、はい、ここはまた今おっしゃっていた走る以外の部分、そうですね、はい、あの止まった時に今度、はい、まあ、この上でいろいろ釣りの準備をしたりもできるし、この下はウェットバーというふうになっているので、はい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 、でここに、はい、インダクションレンジ、はい、ステンレスのシンク、はい、でカップホルダーが2つある、はいはいはい、でこの下にも収納スペース2つあって、お、引き出しなんだ、はい、今ちょっと冒頭ショーは、ね、物を入れてるんですけど引き出しが2つ、はいはい、そして冷蔵庫がついてくる、完璧ですね、はい、でもここでそうですね、後ろでまあちょっと、はいはい、あのバーベキューとかしたり、ね、そういうのをして楽しめますよね、こうやったらね、そう、あの27フィート割には、はい、こう空間がいろいろあるっていうのがすごい好きで、
前でくつろいでる方もいるし、ここで食べたりする方もあるし、ここで、ね、後ろでちょい釣りしてる方もいるっていう、もっと僕ね、ここからアンカリングして体勢良くしたっていいですね、はいはい、7人とか乗っててもみんなこう自分の空間が保てるっていうのがあ、それいいですね、はい、気持ちいいんですよね。でそれはやっぱりこうデザインがうまいっていうのも、はいはいはい、まあ、フィンランドの強みでもあるし、そうですね、はい、どうしてもこう日本だとね、ボートっていうとじゃあ釣りするってそれだけなっちゃったりするけど、そういう意味でいろんな遊び方人それぞれでできるっていうのはね、すごくいいですよね。はい、サムさん、次このバウのカディですね、来、はい、ましたけど、ここも結構スペースは広いですね。そうですね、はい、あの他の船と比べてディープウェイが入ってるので、はい、前の収納スペースは少ないっていうちょっとデメリットがあるんですけど、その割には波切りがもう大もうすごいんで、そうですよね、その、はい、パフォーマンスの部分はね、そうそうとはいえ僕、まあいい日は176センチぐらいするんで全然全然余裕でまだスペースがあるんで、ね、結構高さもあるしね、はい、くつろげるスペースではあるんで、もう十分ですよね、はい、で本当ちょっと横になったりね、朝早く来て釣りの前に一眠りしてもいいし ね、 そうですね、いいっすよね、はい、でここにはあの水道っていうかね、シンクも、はい、そうです、前にはシンクもあるし、あ、おしゃれ、はい、この中にもエアコンがついてるんです。おお、そうなんですね、はい、へえ、そしてこの中にもそうですね、フルサイズの電動トイレ、はい、もうボタン式なので、はいはいはい、ポンプとかしなくても、でここをまあ通し閉めちゃえばね、もう個室になるから、ね、まあ女性の方なんかもね、はい、うん、でも光がこうあの見えないアングルから差し込んでるんで、はい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 、なんか閉じこもってる感じはしないんですよ、ないですよね、はいはい、なんか窮屈感が全然なかったんで、はい、ね、この窓はあるけど実際こう通路だけですもんね、考えてみたら光は入るけどプライバシーはまだ保てるっていう、はい、考えてます ね、 でここ の、 あのベッドの上にもあの、はい、ハッチがあるので、おー、ありますね、はいはい、それで風通しもできるし、ここ風も流れますね、はいはい、まあ、もっともエアコンもついてるし、そうなんです、贅沢ですね、はい、はい、サムさん今日ありがとうございました。いえいえ、これね、それ最初に紹介した今選手のところ今来てますが、ここもまたいいですね、はい、こう男2人でも楽しい気分になれるぐらい素敵な場所で、こういろいろね、こういうとこ、ここにはね、そうなんですよ、カップホルダーもついてるし、3つついてて、ここもスピーカーが2つついてる、はい、あ、ここで音楽かけてね、はい、でここだけに音楽が流れるようにもできるので、あ、はい、なるほどね、そう、後ろはかけないでここだけ音楽をかけたり、はい、でこのサンシェードあって、ここはすごいいいなと思いました、今日このね、サックスドール、はい、日本に初めて入ってきて、はい、ちょっとずっと見させていただきました。これまあなかなか他でないタイプの個性ある船だなと思った、うんうん、どんな、どうですかね、サムさんから見て方におすすめのボート、どういう方におすすめというと、はい、万能な船があり、はい、デザインかっ、とにかくかっこいい船に乗りたい、はいはいはい、そしていろいろこう、パフォーマンスも欲しいけど、こう着いた時にもいろいろしたいし、はい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 、みたいな、やっぱこうおもてなし心がある方にはすごいいいかなと思います、ね、でゲストもね、これだったら、まあ、6、7人全然乗れますしね、はい、で乗り心地がやっぱり大きなポイントなので、はいはい、跳ねないとか、はい、こうすごい安定する船っていうので、ね、やっぱ初心者の方向けにも非常にいいビギナーボートだと思うんですよね。あ、なるほどね、はい、本当ね、あの、はい、結構ボートをバンバンしたりそれで嫌になっちゃう人もいるから、こういうボートって こ, う、ね、これで楽しいなと思ってくれたらいいなっていう、やっぱ、まあ、僕も工場見学させてもらったんですけど、はい、やっぱ新時代の、はい、やっぱ船っていうのがすごい伝わってくるんですよね、工場からでも、だから新あの技術とかもいろいろ取り組んで、はい、やっぱりあの次の世代の船は、はい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 、これがスタンダードになればいいなと思うので、なるほどね、はい、いや本当今日ありがとうございました。 ありがとうございました、はい、じゃあお問い合わせこちらですねはい、アドカスタムヨットさんまで、担当は斉藤サムさんです。サムさんまでよろしくお願いします。